お前が先生だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、2段の方ですね。さて、鬼殺しをやっていきましょう。端歩をここは受けておきましょう。で、ちょっと7号の歩狙われますかね。お、これはあ、アヒルっぽいですね。ただよいしょ、お相手の飛車なんとか閉じ込められないですかね。お、これは飛車一回閉じ込めて、で一回避けて、あー、なるほど、もう飛車ぶった切ってくるってことですか。いや、確かに嫌ですね。あれ、ぶった切ってこなかったですね。この飛車交換にはちょっと応じづらいです。こちらだけ打つ場所がないですからね。一回ここは角も引いておきましょう。あーっと、これはまだごめんなさいしなくていいですかね。ごめんなさいしておきましょう。まあ香車ゲットしてもよかったかもしれないんですが、ちょっと無理やり2分。お相手の方、ただこれはここの取って、あー、しまった、角死んでました。いや、しかも桂馬まで取られて、いやー、やってしまいました。厳しいですね。1分30秒。一発ここ銀叩いといて、いやー、香車で銀取っといて、さあ粘りますでしょうか。攻め合いに行くしかないですね。いやー、というかもう無理ですね。一回だけこれ跳ね返せますか。無理ですかね。あー、積んでますか。うん、ギリギリ。あー、積んでますね。ありがとうございました。ルーズ、お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、2段の方ですね。早速鬼殺しをやっていきたいのですが、四間飛車。さて、どうでしょう。ちょっと桂は飛べないので、あ、角道開けられる前に飛車だけ浮いときたいですね。これも一回行ってみましょう。で、角道開けさせないぞと。
片身の囲い。ちょっとお相手の方も角が、これは一歩欲しいので飛んでいってみましょう。身の囲い。さあ、ちょっと非常に難しい局面となりました。2分30秒。これは一回追い返、銀と、そうですね、これで一回追い返しといて、どうでしょう。いやー、この後ちょっと銀打ちが桂頭を狙われるのは嫌ですね。なのでちょっと桂頭を守るっていう意味でもここは金を上がっておきましょう。さあ、ちょっとこちらも手がないので飛車先の歩だけ交換しといて、桂馬ジャンプしたいっていうところもありますが、これ銀を一回追い返せますかね。2分。いやー、これは行きましょう。結構きますね。飛車が詰んじゃいそうですけど、ギリギリこの歩が間に合いますでしょうか。さあ、お相手の方もちょっと悩まれてますね。これは行きましょう。もう攻め合いです。1分30秒。さあ、これで飛車取りで、これはどうですかね。一気に優勢にはなってそうですが、いやー、難しいですかね。いやー、微妙です。かなり微妙です。1分。叩きの歩。叩いといて、一発、もう一発叩いといて、これは危険ですね。いやー、微妙です。これ一回、これ角が、ここで角が死ぬんですが、これは耐えてるか、実感もないですね。いやー、積んでますかね。30秒。あ、積んでますね。あ、積んでました。いや、ありがとうございました。ルーズ。